大体 いつもワークシャツこういうの作るときは形は大体俺がやってグラフィックはもちろん川さんがやるみたいな、うん、そういう感じだよね、うん、基本シャツのちょっと形のこだわりみたいなのありますか、うん、こう肩がちょっと内に入ってるとか、まああんまりだからオーバーサイズにはやっぱり基本的にはしてないんだけど、ちょっと最近細い服がすごい多かったから、ちょっとなんか我に返ってあのアームホールとかあんまり細すぎないように、身幅もそこまで細すぎないようにっていうのをなんとなく意識しました。今回ちょっとね、まあいろんなブランドのとか見ててもアームホールとかほんと細くて動くのも、まあ俺が腕がちょっと太いからかもしれないですけど、ちょっとトゥーマッチかなと思って、うん、ちょっとナチュラルなラインで、うん、まああと襟の大きさは結構ね何回も話し合ったよね。そうですね、あとね、そうそう、それもそうだけどポケットがのフラップがいい感じにできたなと思って なんとも、なんかそんな深くやったっけフラップなんかできたこのフラップいいじゃんっていういや結構だってほらここ何センチでさ、ここの R 何センチで決めたじゃん。ああやったね、うんうん、幅とか、うん、でこの位置とかもさ、始まる位置もさ、うん、まあベースになるなんかこうシャツみたいなのがあったりはするんですよ一応、うん、でもそれに対して、うん、いやこれ1センチ上げじゃねえとか、うんやったよね、結構ポケットの大きさとかって今重要だよね、うん、どんなシャツでも、うん、こだわなんかいろんなインポートのブランドとか見てもポケットの大きさをすごいこだわってやってるなと思ってて、うん、ちょっとこだわりのフラップ そうね、うまくいったなみたいな感じが、別にね大したことないっちゃないんだけど、うん、バランスがね、そうだね、全体の、うん、あとなんだっけ、あとプリントデザインにこだわった部分とか、まあせっかくだからコラボっていう形なんで、なんかそのロットアイラーでいつも使ってるこのカルを、うん、その僕がじゃあどうやって料理するかとか、うん、そのプリントのそのなんかこう入れる文字っていうかグラフィックのこれとかも、うん、まあロットワイヤーの、基本的なこうテイストのメキシカンな、うん、ちょっとチカードっぽいよりプラスそのフューチャーゾンビが使うようなフォントとかっていう、お互いそれぞれのブランドだとないテイスト、うん、フューチャーゾンビとかあんまりこういうフォントとか、うん、ちょっとチカードっぽいのとかあんまり使わないです。でかい。で宮島は逆にそのこの辺のフォント的なのはあんまり多分宮島普段使わないフォントだから、うん、下のは使わない。使わないよ、ね、これはこれは、これは好きだし下の金ドーナツだからなんかそういうのはね、せっかくだからっていうのは一応いろいろ自分なりに考えて、うん、まあ意識するよね、そこは。自分ではやんないけどでもフューチャーゾンビでもないだろうみたいな、うん、うまく中間点っていうか、うん、そういうのはそうだから、まあ、そこはね本当にせっかくだから、うん、もう形も多分いつもの川原さんのよりはちょっと細いのかな。そんなことない、ちょっと細いからね、うん、でその脇この萩のところも宮島がその前に T シャツとかでやってて、こうロック、外側にそうロックかけて、うん、逆にその見せるみたいな。普通これ内側にみんなやって見せないんですけど、そういう感じで宮島が前 T シャツでやってるの見て、これはいいなと思ったから、これは僕が逆に言って、宮島これやろうよせっかくだからっつって、これはね僕があえてリクエストしてっていうか、だから宮島は全然意識しなくて別にいいっすよじゃあやりますかぐらいの感じだけど、僕はそれがすごい前から好きで、ロットワイラーのそのだからあえて今回はシャツでそれをやったっていう感じですね。もうどれもだからハマりが良かった、意外にハマりが良くて、どれもね、うん、
まあ、黒はね本当に定番だから別に誰でも似合うし、その人によってはちょっとこういう明るい色苦手なっていう人もまあいるじゃないですか。で逆にネイビーは微妙な色だから合わせるのが難しいし、色合い的に。だからなんかそういう意味では本当ネイビーは宮島っぽい色だし、僕はこのサックスすごい気に入ってるし、でまあ普通にいや黒でしょって人も当然いるだろうなっていう感じかな。ネイビーって一時すごい敬遠されてたよね、何年か前。難しいからね、ネイビー、うん、逆にこうなんかこうスタイリング的にこうネイビーのシャツはあのどういうパンツで合わせてほしいとか、何かこうアドバイス的なものがあれば、その色でもネイビーは意外と俺は何にでも合うんじゃないかと思ってて、まずジーパン必ず合うじゃないですか、うん、同系色だしぐらいかな。ベージュのパンツが合わねえなみたいな。難しいっていう人多いんです、本当にネイビーは。ネイビーが今の若い人はネイビー、うん、本当におっしゃる通り敬遠する子が多いんですよ。パンツにしてもシャツにしても。でもね、いや俺もそれは何年か前それ感じてたんだけど、ここ最近ネイビーって結構みんな着てるなっていう気すんだけど、そんなことないのかな。とかちょっと 黒が多かったブランドがネイビーを多く出してるなとか、うん、あとワークに関してはワークのネイビーってすごいみんな結構俺の周りは好きなやつとか多くて、ネイビーのパンツとかも、うん、だからあんまり違和感ないんですけど、うん、まあ、考えてみればジーパン合うけど、あとはちょっと合わせづらいなね、黒もなんか重いしね、うん、そうネイビーあの黒に合わせるの難しいじゃん、ネイビー難しいね、重いね、うん、だからだと思うんだよね。ジーパンで合わせてください。逆にじゃあ黒でしたらどういう感じで。黒は何でも合うんじゃないですか、 黒のセットアップっぽいのでもいいし、うん、別にベージュっぽいパンツでもいいし、うん、赤いパンツでもいいしね、迷彩にも合うし、うん、黒はもう鉄板でしょ。それは意外とね、サックスに迷彩っていう組み合わせ俺好きなんだよね、色味、うん、今日ちょっとね、オリーブっぽいパンツ、うん、何にでも意外とね、うん、なまあジーパンにも合うし、何にでも合いそうな感じで。しかも結構ね、この色って本当アメリカのリアルワークな人たちの制服で意外に多い色だったりとかするんだよね。うん、そうだね、うん、まあ、1年半ぶりのコラボってことなんで、うん、まあね、次またね、1年半後になっちゃうとしたら今、買っといた方がいいよね。そうだね、うん、まあそんなに多分しょっちゅうしょっちゅうコラボもやんないしね。そうだね、コラボっていうのはいいかもね。そうね、はい、じゃあ普段はロットワイラーしか興味ない人とか、普段はフューチャーゾンビしか興味ない人でもどっちのテイストにも合うようには一応作ってるから、まあそういう意味ではね、はい、こう広いよと、レンジ広いよっていう、うんうん、広角打法的なね、はい、感じなんで、はい、ぜひ、はい、ぜひ、はい、ありがとうございます。